シュガープラムイタリアの手作りの装飾シュガーペーストドラジェドラジェは菓子の一種で遠い菓子のこと。掛物菓子とも。ヨーロッパでは出産、洗礼、婚礼などの刑事で配られる菓子として知られている。薬学の分野では、陶器の掛けした錠剤もドラジェと呼ばれる。菓子の考案者と言われる料理人ドラジェの名前、キリシア語やラテン語で美味しいものを意味する。 トラジマトなどが語源と考えられている。キャンディやピーナッツなどに粗く陶器ぬかけをしたものはソフトドラジェ、コンペイトウやゼリービーンズなどのように硬い板状の陶衣を被せたものはハードドラジェと呼ばれる。紀元前177年に古代ローマの貴族ファビウス家の料理人ジュリアスドラジェがアーモンドを蜂蜜に落とした時にこの歌詞の原型ができたと言われる。ファビウス家では 婚礼や後継ぎの誕生などの祝いごとの場で蜂蜜でコーティングされたアーモンドが配られていた。1220年頃にフランスのベルダンで考案されたものが現代のドラジェの原型になったと考えられており、ベルダンでもドラジェの製造が盛んに行われている。中世のフランスでは薬剤師が蜂蜜や砂糖シロップでコーティングしたアーモンド、ナッツ、コリアンダー、アニスを携帯し、 公衆剤や消化剤として使用していた。アーモンドは実をたくさんつけることから多産や繁栄を意味し幸福の象徴とされてきた。そこからアーモンドに白やピンク色などに色付けした砂糖ペーストをコーティングしたものはヨーロッパで古くから結婚式や誕生日などの祝い菓子として用いられており、日本でも結婚式で招待客に渡されることがある。イタリアの結婚式では 幸福、健康、富、子孫繁栄、長寿を意味する小粒のドラジェをひとまとめにして配る習慣がある。フランスでは出産の際に男の子が生まれた場合には青いドラジェ、女の子が生まれた場合にはピンクのドラジェを送る習慣がある。なお、チャイコフスキーのバレエ音楽、くるみ割人形に登場する日本語訳、コンペイトの姓の言語はラフェドラジである。 ウィキメディアコモンズにはドラジェに関するメディアがあります。ありがとうございます。